ツアー会場には最新情報がてんこもり、プロが使用するギアもその一つだ。結果を求め、選手は様々なクラブや用品をテストする日々だが、そこで発見した気になるニューアイテムを紹介。今回は、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップが行われている茨城ゴルフクラブから、 今期メジャー初戦が行われる会場で新たなシャフトのテストが行われていると聞き、打撃練習場に行ってみると、赤と黒が目立つ見慣れないアイテムがあった。グラファイトデザインの新作のようで、ツアーアド VF ハイブリッドという文字が確認できる。同社のツアー担当者に詳細を聞いても、まだ何もと口をつぐむ姿を見ても、 その情報がまだ世に出回っていないものだとわかる。そこで、すでに投入している選手もいるため、感想を聞いてみた。昨年4勝を挙げた桜井ココナもその一人で、4月の KKT 杯バンテリンレディスから使用を開始している。フェードのイメージが出しやすくていい感じですとにっこり笑う姿を見ても、満足度はうかがえる。 今季は春先に2試合連続予選落ちした時期もあったが、アクサレディス、続く、ヤマハレディースオープンカツと連続で10位になるなど状態は上向き。本人も、だいぶ、開幕直後から感覚が、変わりました。ショットが全然つかなかったけど、今はクラブの入りも良くなっていますと手応えを感じている。楽しみです。というメジャー初戦は、 6665ヤードと距離もあるコースのためユーティリティの出番も増えそうだ。この他内田ことも投入済みで使用感を聞くとグッドサイン。さらに佐藤美優も今週から使用を開始するなど、今後のさらなる広がりを予感させるニューギアだ。